はい、本日はですね、アパホテルの中6階ですね。はい、こちらアパホテルの部屋の中ですね。こちらお風呂ですね。トイレとお風呂があります。まあ、大浴場入るんでお風呂はあまりどうでもいいんですけどね。アパホテルさん内装いつもこんな感じですね。茶色系が多いんですよね。でこちらね、煙防ぐんというですね、優れものでございます。火事になった時、これ開けるとビニールになってるみたいなんですね。でそれをすっぽりかぶっていくと、煙の中はそのまま普通に歩いていけるというですね、優れものでございます。でテレビが、大きいテレビがあってですね、今回はですね、アパ社長カレーをいただきました。お水とカレーどっちがいいですかと言われたんで、どう考えてもカレーの方が高そうだったんでカレーにいたしました。これ食べてみたいなと思っております。でですね、外はですね、こんな感じでもう真っ暗になっております。はい、夜景は大したことなかったですね。まあ、街中にあるホテルですからね。アジルワードっていう朝食、明日ですね、レストランがあって、そこで朝食1300円もするんですよ。まあ、僕の場合ホテル代に入ってますんで、朝食付きのプランなんで、お金払うあれではないんですけども。で、部屋の中こんな感じで、でアパホテルさんって皆さんご存知かどうか知らないんですけど、ベッドの上にいつもですね、折り鶴が置いてあるんですね。この折り鶴がですね、結構僕としては心遣いがいいなと思って、心遣いというか気遣いですね、気遣いがいいなと思って、今ベッドの上から壁のね、ところに折り鶴置いちゃったんで、ちょっと映ったのは見えたかなと思うんですけども、折り鶴ね、いつも僕はこれ、あ、いいなと思って見てます。でこんな部屋な感じですね。で次朝食なんですけどね、朝食がですね、大体ですね、こんな感じなんですね。はい、これが今回の朝食でございます。では皆さん、次回の動画までごきげんよう。